作者メリメによる水彩画カルメンは19世紀フランスの作家プロスペルメリメが1845年に両世界評論で発表した全4章の中編小説またヒロインの名前でもある単行本は1847年間他に短編アルセーヌギオオーバン神父を収録両世界評論史で発表された際 ボヘミア人について記述した第四章はなかったが、単行本では追加されている。メリメは、執筆前に二度スペイン旅行を行い、その一回目の旅行の際に、カルメンの題材を思いついた。作品では作者に固くされる、考古学者がスペインで出会った、ある山賊の身の上話を紹介するという体裁で、カルメンの物語が描かれる。彼は、 カルメンという情熱的なジプシー女に振り回された挙句、悪事に身を染めてお尋ね者となり、ついには死刑となる。原作では、スペインの民族構成の複雑さや仮想社会の抱える困難、高齢とした風土などを背景に、ある孤独で近味なバスク人の男が、情欲のため犯罪に加担し、やがて破滅するというストーリーであり、貴重としては、 決して華やかな物語ではない。一方でこの原作をモチーフとした派生作品では恋愛と嫉妬を中心に据え、また闘牛誌やフラメンコなどスペインを代表する明るさを前面に出すことで物語の印象を一新している。心に影を持ち、激しく、恋に燃えるが心変わりしやすく、男にとっては危険な女というカルメンのイメージはジョルジュビゼのオペラ、カルメンで、 さらに強調して描かれることになる。竜気兵のドンホセ伍長はカルメンに誘惑され、婚約者を捨てて軍隊を脱走する。しかしカルメンは、闘牛士に心を移し、嫉妬に狂ったドンホセは皮脂を持って追いかけ、カルメンを刺し殺すのである。派手やかなオペラは大衆受けし、オペラのストーリーをもとに映画も数多く作られた。現在一般に、 カルメンのイメージとして浸透しているのは、こうしたカルメン像であろう。カルメンという名はスペインではごくありふれた女性名であるが、こうして世界中に知られるようになったことにより、カルメン的性格がスペイン女性の特徴のように言われたりもする。もっとも設定のようにカルメンはジプシーの女であり、スペインにとっては違法人であり、ドンホセがスペインの 内なる外バスク少数民族であり、また語り手である、私も、また、フランス人であることなど、この物語の背景にある複雑な、内と外の問題はそのまま、ヨーロッパ社会のハラム文化の、内と外の緊張感を構成しておりこの小説の、重要なプロットとなっている。ありがとうございます。